下り線より駅を見る下り線より入線ホーム、湯け駅は静岡県静岡市青井区宮前町にある静岡鉄道静岡清水線の駅である。駅番号は S05。対向式ホーム2面2線だが、ホームはそれぞれ線路の北側にある。よって、上りのホームは上下線に挟まれた形になっている。上下ホーム間は地下道で結ばれている。かつては、 島式ホームであったが、老朽化に伴う改築によって、対向式ホーム2面2線、上下線分離式に改められた。なお改築工事中は、踏切を挟んだ新静岡駅側に仮設ホームが設けられた。自動改札機、自動券売機があり、駅係員が配置されている、時間帯もある。上下線それぞれにスロープがあり、バリアフリーに対応しているが、 新静岡方面ホームのスロープを使用する際は駅員に声をかけてスロープを解場してもらう必要がある。またそのため駅本屋から本線を渡る必要があり、駅員不在の時間帯の利用も含めて不便となっている。近隣には東海大学短期大学部や専門学校があり、学生の利用が多い。静岡市統計所によれば、 2018年度の1日平均乗車人員は1642人、降車人員は1581人であった。この乗降人員数は、静岡清水線全15域中8番目である。なお、同統計によれば、近年の乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。